どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、この動画を撮影している翌日には日本にはいないんです。どういうことかっていうと、今、付き合っている彼女と1周年記念なんですね。はい、なんか恥ずかしくて噛みましたけどもそう、1周年記念なんです。で、その僕も彼女も旅行するのが大好きなので、じゃあどこか行きたいね、1周年記念でどこか行きたいねってなった時に、ですね、ここに行ってきます。はい、台北でございます。台北、2018年の行きたい国ランキングっていうのがあるらしくてですね、それが1位が台湾、2位がハワイで、3位がグアムだったかなっていう感じで、かなり台湾今熱くなってるみたいです。まあ、みんな旅りたいんでしょっていう感じだと思うんですけども、はい、僕たちも漏れなく旅りに行ってきます。こんな感じですごい美味しそうですよね。うわーみたいな、こんな感じでおしゃれな雑貨もあったりとかして、あ、多分物は買わないと思うんですけども、そう、こういう美味しそうなものがいっぱいあるので、多分僕たちの今回の台湾旅行っていうのはのんびり食べ歩きな感じになるかなと思います。あとはなんかエステ行ったりとか、ちょっとアクティビティ行ったりとか、あと9分にも行ったりするので、もうなんか楽しみです。前回行ったカンボジアでも異世界感が半端なくて、像も見れましたし、ラピュタのその遺跡も見れたのですっごい楽しかったです。そうで、今回はまた違った楽しみ方があるかなっていうふうに思いますので、789って頑張ったご褒美としてちょっと旅行に行っていきたいと思います。この動画を見てくれてる人の中で、もしかしたら一人ぐらいはショッピーさんと台湾でオフ会しないんですかっていうふうに感じてくれてる人いると思います。で、ちょっと台湾ではオフ会しないんですけども、のんびりミリオネアの方では来年の春ぐらいにある国でオフ会をしようっていうふうに決めて、今そこに向かってみんなで頑張っているっていう感じですね。このメインチャンネルの方では、その今年中に一発海外でなんかオフ会したいなーなんていうふうにも思っていたんですけども、なんとか記念っていう感じで、じゃあオフ会やりましょうっていう感じでやりたいので、じゃあ何に記念にするかって言われたら、僕の場合はやっぱチャンネル登録者数が5万人いったら、その記念として初めてその世界でオフ会っていうことをやりたいと思ってます。なので、チャンネル登録者数が3万人とか4万人になったら、まあ、国内でのオフ会になるかなというふうに思います。はい、まあ、そんな感じでちょっとまあ余談でしたけども、今回はまあタイトルにあることをやりましょう。ちょっと前置きが長いですね。はい、じゃあスーツケースを出しましょうよ。こんにちは。はい、この中に2人分の3泊4日の荷物を入れていきます。で、ショッピーさんミニマリストなんで、どうせスーツケースすらいらないんじゃないですかっていうふうに、まあ、思ってくると思うんですけども、僕はスーツケース1個で移動しまくるっていうところをやりたいので、このスーツケース自体は64リットルなんですけども、このスーツケースでアメリカも行きたいですし、オーストラリアだったりノルウェーだったりも行きたいですし、近場のカンボジアだったり台湾もこれで行きたいっていうのがあります。なので、まあ、台湾は少ないとは思うんですけども、このスーツケースの中に入れていきたいと思います。じゃあ早速持っていくものなんですけども、これはそのベルト、スーツケースが間違えられないようにこうベルトをビシッと貼っていくやつなんですけど、まあ、これは外に持っていきます。あとはこの電圧ですね、変電圧、めっちゃ便利ですよねこれ。どうもこんな感じで、これ1個あればどこでも使えるので、はい、しかもコンセント USB-C のコンセントが4つありますから、めちゃくちゃ便利ですということで、これも持っていきます。
あとはスーツケースの重さが超過しないかチェックするためにこうやってこれも測り持っていきます。あとはここからですね、このワックス持っていきますし、あとヒゲ剃り、これも持っていきます。鼻毛カッターはいいやと、はい、OK です。あとこれ折りたたみ傘なんですけども、こうやってよ、結構広く一人分だったらたっぷり入れるぐらいの大きさがあるんです。でも畳めるときはすごいコンパクトっていう、これそう、しかもこれこうやって畳んでこうできるので、要するにその手が濡れないんです。そう、濡れてる部分がこう中に入ってくるので、こうやってやっても手が濡れないんです。こういう便利なアイテムだったりもするので、やっぱり無印っていいですねはい、こんな感じでコンパクトにまとまります。なのでこれ持っていきます。えじゃ、はい、これは2人分持っていきます。で、あとは、次に洋服です。おしゃれを楽しむという意味で3着ぐらい持っていこうかなっていうふうに思います。で、まだ向こう暑いそうなので、この3着持っていきましょう。軽いんで、そう、半袖シャツで軽いんでコンパクトでいいですね。あとはパンツ、あ、あとこれですねカンボジア旅行からずっと使っているタイパンツなんですけども、テロテロになっちゃって伸びまくっちゃっているので、なのでこれは台湾でのホテルでパジャマとして使って、向こうで現地で手放していきます。あとはインナーシャツと靴下持ってきます。あ、替えのパンツも忘れずにと。ズボンは多分向こう暑いと思うので、今履いてるこれと、あとこれを持っていこうかなというふうに思います。圧縮袋ですね。カンボジアでも活躍してくれたこの圧縮袋、これで洋服がコンパクトになりますし、あとこういうあのスーツケースについてきた袋もあるので、こういうのを使ってコンパクトにしていきたいと思います。はい、ということで、上着とこの圧縮袋の下着類がこれでこんな感じにコンパクトになりました。あの液体が漏れちゃいそうなやつだったり、小物類はこのジップロックに入れていくと便利っていう感じですね。じゃあこれ持っていきます。そうでした、あと充電器の存在忘れてました。これとこれと、今回はこのパソコン持っていかないので、このパソコン充電器は大丈夫です。このカメラの充電器とこの Wi-Fi スマホの充電器を持っていきます。バッテリーはスーツケースの中に入れられないので、これは外しておきます。で、よいしょ、こんな感じかな。はい、こんなもんでしょう。こんな感じですね。で、この右半分は彼女のスペースに取っておきます。スーツケースは以上なので、続いてあのバックパックですね、はい、この中に入れていきたいと思います。まずはこの今撮影しているカメラの予備電池っていうのを入れておきます。で、次に iPhone ですね、これも入れておきます。で、このどんな時も Wi-Fi さんっていうのを今契約しているので、これがあれば海外で自動的に使えるようになります。1日、まあ、容量制限500メガぐらいだと思うんですけども、海外でこれを持っていけば自動でつながるようになりますので、海外行った先とかわざわざ行くたびに海外 Wi-Fi レンタルとかレンタル SIM をする必要もないので、めっちゃ便利ですね。やっぱりこのどんな時も Wi-Fi さんっていうのは。これもこのポケットに入れておきます。はい、そう、皆さんどうしてるんですかね。なんかトラベル用の小さい財布を持ってたりするんでしょうか。まあ、僕の場合やっぱこれも大事なパートナーなので、いつも通りのこのサイドポケットに入れて、はい、はい、OK です。あとこちらのカードケースに関してなんですけども、なくすリスクもありそうなので極力中身は抜いていきます。はい、JCB は国内で使うのでこれも持っていきます。で、ビザは海外で使えそうなのでこれ持っていきます。はい、なのでこの2つですね、はい、はい、持っていきます。カードもここに入れておきます。はい、 OK。 台湾は日本とあまり気候とか変わらないとは思います。でもやっぱ旅行気分を味わいたいので、このサングラス持っていきます。はい、よし、
あとは大丈夫そうなので、はい、これで OK です。で、あとはですね、あとは飛行機で移動時間中だったりホテルにいるときに何気に便利なこの iPad を持っていきます。はい、よし、はい、あとはマインドセットを随時復習できるようにこのノートも持っていきます。はい、うん、まあそんなもんでしょう。はい、ということで合計1,2,3,10ということで30点ですね。はい、30点の荷物を持って3泊4日の台湾旅行に行ってきます。でもこうやって見ると本当に日本と台湾に行くのって変わらないんだなって思います。そう、ちょっと黒つぶれして見づらいと思うんですけども、こんな感じでパッキングが終了しました。だいたいかかった時間は15分ぐらいです。あの、普段の荷物に洋服とあとちょっとこう身だしなみセットが追加されたぐらいなので、まあこんなもんかなっていう感じです。はい、あとはまあ寒いところに行くわけではないのでダウンの分もないですし、うん、やっぱまあ身軽に行けるな台湾はっていう感じですね。やっぱ楽しみです。うん、次の動画ではその旅行先での風景っていうのもお見せできるかなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。このスーツケースは僕の大のお気に入りですし、このバックパックをめちゃくちゃ気に入ってます。なのでこのカバンとこのスーツケースで出かけられるっていう、それだけでもめちゃくちゃテンション上がってます。やっぱりお気に入りのもので囲まれるっていいですね。はい、ということで台湾旅行楽しんでいきます。